どうした？大変なことも起きた。大変なこと？事件発生。事件？まだアメリカに来て1日目だよ。事件発生。どうした？とんでもないことが起きました。1日目にして？うん、本当に信じられないんですけど、うん、まさかの、うん、私のコスメが、うん、全部入った、うん、コスメポーチを、うん、日本に全部忘れてきてしまいました。チャルルーチャルルルルルルー。嘘でしょ？いや本当に。残りの1ヶ月間どうするの？いや本当だよ、全部だよ全部。コスメポーチ一式。オーノー。ちゃん、それさ、アメリカンジョークじゃ済まされないよ。本当に忘れたの？うん。もう一回探しに行ってみたら。探したよ全部。隅から隅まで1,2,3,4 回探した。1,2,3,4 回探したんだ。うん、ちょっと一緒に探して。一郎くんが探したら見つかるかもしれないから。どう？ Nothing。 私このお顔で1ヶ月過ごすってこと？もちろんね、すっぴんでも可愛いんだけどね。可愛くないよ、だってせっかくの旅行でよ。うん、それで1ヶ月すっぴんでさ、うん、どうしよう。一旦さ、俺のメイクポーチで何が使えるのか見てみたら。うん、なんとか使えると思う。見せていただいてもいいですか？お願いします。はい。もう本当に救世主だ。コスメポーチを忘れて助けてくれる彼氏は世界にも数少ないと思います。うん、まあでもその自信はあるかも。ゆりちゃんにね、いろいろ叩き込まれたから、ね、まずは、うん、これだね。これは2人で使ってるからね、うん、持ってきてくれたのが一郎くんでよかった。よかった。私に預けてなくてよかったよ。それからこちらの下地も、あ、下地よかった。この2つだってあればもう下地は完璧じゃない？完璧完璧。ファンデーションはやっぱりカラーが違うからファンデーションは使えなさそうだけど、うん、これいけるんじゃない？そうだね、小気にしてるので一郎くんらしいよね。 A 型発動しちゃってます。このコスメデコルテのパウダーは私も使ってるので、うん、こちらも使います。パウダーはグッズ。シェーディングがないかも。あ、そっか、シェーディングを持ってきてくれてるんだ。あ、シェーディング持ってきたよ。うん、持ってきた持ってきた。シェーディングもありました。これはもうファンの子からいただいたやつ。ありがたいよね。ありがたいよね。ありがたい。ハイライトも私がもともと使っていたものなので。そうだね、ハイライトもグッズです。まさかゆりちゃんからさ、もらったものがさ、ここで活躍するなんて思ってもなかったよね。ね。なんと、うん、小さいバッグにじゃ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 ーん。そうだよ、ミニポーチだけは入ってたんですよ、うん、持ち運び用のポーチ。これはリスマのポップアップの時にファンの方からいただいたポーチで、結構鍵握るんじゃない。まずはリップのペンシル。リップ、これで口元は完璧？そう、リップ。あ、リップ。あ、じゃあもう口元は完璧じゃん。そう、リップ。あ、リップすごい出てくるな。そして、うん、リップ。え、そしてリップ。リップポーチみたいな感じになってるじゃん。パウダーもあります。それから本当に助かったのが、うん、ポーチの中に、うん、ファスナーがあって、うん、そこになんとじゃ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 、数少ないけど、うん、アイテープが入ってました。アイテープ。30日は持たないと思う。持たないか。大切な日に使わないといけないかもしれない。あとは、あとは涙袋のアイテム。なるほどね。アイシャドウは？アイシャドウ、アイシャドウメイクしてないの。じゃあそれは買わなきゃいけないね、うん、でも、うん、一郎くんが持ってるアイライン持ってました。おお、アイライン俺持ってないわ、うん、こんだけかな。あとアイブロウ、アイブロウ持ってるかな。ここに新品が入ってんの、ほら。マイマスカラね、これは。マイマスカラ。でもありがたいです。え、これだってるよね。アイブロウはあの、うん、パウダーの方。あ、アイブロウこれ。そう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 、ありがとう。アイブロウありました。実は使ってなくて、こっちのアイブロウの方はこのペンシルしかさ使ってないんだけど。あ、そうだったんだ。そう、いつでも使えるようにこれ持ってきてるの。ありがたいです。そしてなんと私、うん、コスメポーチを忘れたのにブラシセットだけ持ってきていて、これがあるのでメイクはできそうです。ってことはまとめると、ファンデ、チーク、アイシャドウパレットだけ？だけ。じゃあこの3つ買いに行きましょう。買いに行きましょう。じゃあちょっと聞いてみるね。お願いします。ご迷惑おかけして申し訳ありません。ということで、今から一郎くんのいとこの妹さん、ひよこちゃんがコスメショップに連れて行ってくれるみたい。急遽ね。お願いします。じゃあお願いします。お邪魔します。
よこちゃんはクロミちゃんが大好きだから、クロミちゃん、はいはい車内は紫だね。うん、せっかくの旅行なのにすっぴん悲しいです。旅行1日目からすっぴんなんて、うん、可愛いけどねでもまだ旅行前にまつげエクステしたので、それが功を奏しています。可愛いけどね、ゆりちゃんめっちゃ可愛いやん。可愛くないよ、すっぴんだと思えない。可愛くないよ。着きました、着きました。 Thank you みよこ、さらまっこ。え、キャンメイク世界のキャンメイク。いや安心感がすごいね、安心感がすごい、実家の安心感。パックの種類もすごい半端ない、スキンケアがたくさんある。本当だ、やっぱり韓国のブランドも置いてあるんだね。うん、私たちが使っているリップもありました。2700円ぐらい、ちょっと割高くらいかな。いや結構割高くらい、結構割高くらいか最低限のものにしよう。チークだ、チーク、このチークにしよう。北海道限定って書いてあるのにさ、アメリカに売ってるんだけど、これこれおいくらだろう。大体1500〜1700円ぐらいかな。やっぱりキャンメイクはお値段がお手頃だね。うん、これ買おうかな、欲しいなと思ってたんだよね、このカラー。おー、それをアメリカで買うと。はい、あのレアです。試してみたいもの、特典付きです。特典付きだね。え、どうしたどうした。あー、やばい、ティルティル、ティルティルあるのはでかいね。イルスフリーのマダーとかも置いてられじゃん。10ドルだから1500円してるよ、これ。小さめにしようかな、持ち運び用もできる。13ドル、だから2000円弱ぐらいかな。いいよね、これぐらいだったらちょうど、これにします。あー、よかった、よかった、よかった、本当に。あとはチークだね。ゆりちゃん迷い中、変えたら何でもいいと思っていたけど、うん、こんな2種類があるので、ね、と迷っちゃう正直キャンメイクがあればどこの国で化粧包丁忘れても大丈夫、一応フルメイクできるよね。なに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 、ついに見つけちゃった感じ。私が使ってるチーク、え、まんま、本当にすごい奇跡じゃん。どっちが可愛いかな。ドルベさんは左の方が良さそう。うん。これいくら、ちなみに。9.99ドル。あ、じゃあ10ドルだから1500円ぐらいかな。大丈夫、大丈夫。全然許容範囲だよ。なんなら感謝だよね。チークゲット。ロマンド売ってるじゃん。アイカラーパラット。この辺のカラーぴったりじゃない？本当だ。これ右側何？クリオ。クリオ。え、クリオも売ってるんだね。ロマンドにしようかな。このカラーがすごく良さそう。確かに使いやすそう。このアイシャドウチークにすればいいじゃない？そうだよね、そうだよね、正直そうだよね見てるよね、そうだよね、それだけで一石二鳥だよ。これ一つで大丈夫かも。え、待って、こっちも可愛い。こっちは何？ペリペラ、うん、懐かしい懐かしいペリペラとか懐かしい昔使ってたよね。使ってた。どっちが使えるかな。でもこっちのカラーの方が使えそう。種類は多いけど、でもどうだろう、ラメ缶とかそういうので言ったら左の方が、左かな。2800と2500、うー、迷いどころ。いいね、違うぞそれ、ドルだだからだいたい3500円ぐらいになるのかな。だから今後どれが使えるかな。確かに今後のことも考えるとね。ロマンドは持ってるの？持ってない。持ってないのか、うん、いいと思う。ロマンドでここだけ見たらね、日本にいるみたいだよ本当だよどうしたどうしたどうした、これも置いてあるの、すごい奇跡じゃん。 IT 分忘れてたもんね。え、結構種類あるじゃん。どうしよう、これ買ってみようかな。ふわりにするの？うん、不安だから。くっきりも、くっきりとふわり。6ドルだから1400円ぐらいかな。いつも100円だけど日本のダイソーすごいね。やばいね、すごいよダイソー。すごいよね。アイプチゲットできました。これでなんとかいつものメイクできそう。うん、アイシャドウパレットもゲットできました。 Thank you Thank you very much. Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. Yay! 買えました、買えました。なんとか私のお顔が完成します。ありがとうございました。
俺のクレジットカード使うとさ、うん、俺のスマホにいくら使われたかってちゃんと届くようになってるの。うんうん、値段が書いてあって、うん、72ドルだったよね。おいくらだった？11,092円。たったあれだけで15,000円。あのコスメたちはデパコスです。デパコスだよ。大切にします。そうだね、うん、アメリカ滞在中残り30日ぐらいあるけど、うん、これで耐え忍ごついてきてくれてありがとう。いいえ、みよこちゃんもありがとう。ありがとう。早速買いに行ったコスメを使ってみます。このサイズ感すごい良くない？ね、初めて見たこのサイズ感のテレテレ。お色味はあどうかしら。お、いいんじゃない？いいんじゃない？いいよね。カバー力あってやっぱりいいね。カバー力ね、トンキャーだな。テレテレはこのクッションファンデーションだけで、うん、コンシーラーとか下地とかなくてもカバーしてくれるから、今回私のメイク動画みたいな緊急コスメ紹介だよね。緊急コスメ紹介よかった、メイクできて。そうだね、旅行のあのテンションが、あテンションが全然違います。生き返ってる。生き返っています。アイシャドウのカラーどう？どう？お、いいじゃん。いい？うん、いい感じじゃない？閉じたね。うん、うんうん、うん、よかったじゃん。キラキラがとっても可愛い。本当だ、アメリカ仕様でキラキラにしてみる。ああ、いいじゃん。これアイシャドウとファンデーション以外、ジロー君のコスメで私のお顔ってできるんだな。ちなみにさ、仮にもし俺からコスメを借りれなくて、うんうんうん、あそこのお店に行きました、うんうん、揃ってた？揃ってたとは思うけど、5万円ぐらいしたと思います。とんでもないね。5万円ぐらいしていたと思うので、救世主です。よかったよかった。今回さ、はい、もうパッキングとかさ、すごいさ、うん、最終チェックしてたのに、うん、最後の最後に入れようと思ってた、うん、コスメポーチだけを置いてくるという。なんともゆりちゃんらしい。一番買うのが難しいものを、うん、確かにね、忘れてしまったけど、なんとかで、なんとかだよ。チーカもこれでやってみよう。どうかな、カラーパレット便利だな。ちょっといつもより濃いめだけど、でも全然問題ないと思うよ。かわいい、かわいい、うん、かわいい。これでサンフランシスコも船旅もバッチリ。バッチリだよ。見ないでほしい、ゆりちゃんのこと。バレちゃう、ゆりちゃんが。いや、こうなんかアメリカの方々か分かんないけどね、船だからね、他のね海外国籍の方もいらっしゃると思うけど、バレちゃう、ゆりちゃんの可愛さが。それだけちょっと心配かも。そう、離れちゃダメだよ。ちろくんのおかげでなんとか救われたので。一緒に共通のコスメ使ってるからってこともあるね。一瞬同体のだけあるね。そうだね。私がダメになっても一郎くんがいる。そうやね、一郎くんがダメになっても私がいる。それがユリイチですっていうことがサンフランシスコで立証されました。おお、すごい綺麗にまとめた、綺麗にまとめた。こんな風にさ、うん、忘れちゃうこのポンコツな私を怒らずに受け止めてくれて、うん、本当にありがとう。うん、うん、俺もね、楽しませてくれてありがとう、いつも本当に。どうかな、メイク完成したけど。完成した？いつも通りじゃない？もうほぼ、うん、いつも通り、いつも通り。もう完璧完璧。なんとか乗り越えれました。ということで、緊急事態もありつつも残り29日ね。はい、残り29日。楽しみたいと思います。アメリカ Vlog 編、これからも楽しみにしていてください。楽しみに。イエーイ。